こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。前回に引き続き、趙子華の図をですね、ご紹介します。同じ種類なんですけども、前回は、魚家詩というふうに、漁師の家の子供というですね、題名にしていましたが、ネットで調べるとですね、それが出てこないので、これはですね、岩波のですね、中国詩人選集では、漁法というふうにありましたので、そちらにですね、よって、題名を変えて、紹介します。種類としては同じものですね。漁法、趙子華ですね。小径湾里、趙魚の沖な、作も家となし、で、西また東す。ですね。小径湾、前回は、青菜山でしたね。山の名前、固有名詞が出ましたが、これも小径湾と。そういう固有名詞が出てきます。そこのですね、趙魚の沖な、魚を釣るですね、じいさんと。作毛というのはこれは船編があるのでわかると思いますが、これは船のことですね。船で、を家とすると。船で生活しとるっていうことですね。で、西また東すということで、西に行ったり東に行ったり、ですね、しながらですね、生活しとるということです。で、工場の雪、歩辺の風、焼着、笑いて貝を作れば、球を投げかずと。ですね。ですね。大川ですね。大川の岸辺の雪、そして、裏、ですね。右側の岸辺の風、ですね。の中ですね。笑いながらですね、ハスで作った着物、ハスの葉っぱで作った着物を着ておればですね、貧乏なんて、へっちゃらだというね、嘆かずというんですから、悲しまない、苦しまないということになりますね。負け惜しみのような気もしないでもないですが、これはこれでですね、多様な価値観というんですか、ですね。日本もこれからどんどん貧乏になっていくということが言われていますけどもですね、金金と言うとったらですね、みんな不幸になるとですね、もっと多様なですね、価値観を持って、この趙子華のようなですね、貧乏だってへっちゃらだと笑い飛ばせるような生き方ができればいいですね。これもですね、理想的なですね、隠者としての暮らしをですね、読み込んでいると、そういうものだと言えます。もう一度言いますね。漁法趙子華、小径湾里、趙魚の沖な、作毛を家となし、西また東す。工場の雪、歩辺の風、
笑いて貝を作れば球を投げ勝つと。標則ですけどもですね、1句目2句目、ですね、裏返しの関係になっています。2時目4時目6時目ですね。そして、5句目もですね、2,4,6 がこう裏返しになっていて、3句目と同じですね、ものとなっていますね。またですね、3句目、4句目、ですね、それについてもですね、まあどういうふうに考えたらいいんでしょうか。ちょっと、表即即即表表となっていますね。まあ、まあそういう表則なんでしょう。それからですね、多いんですけどもですね、1句目2句目4句目5句目、ですね、これ上表一等の韻です。おとふきゅう、が韻を踏んでおりますね。それではですね、北京語で、朗読します。渔夫张志和驾西湾里钓渔翁，驾猛为家西复东，江上雪浦边风，笑着何以不叹穷。驾西湾里钓渔翁，驾猛为家西复东，江上雪浦边风，笑着何以不叹穷。ね、まあモデルとなるべきですね、自らの姿、それをですね、まあ隠者の姿なんですが、それをこう、まあ、描いた一つの作品と、いうことです。最後までご視聴ありがとうございました。